東日本旅客鉄道日本レストランエンタープライズ株式会社日本レストランエンタープライズは2020年3月31日まで存在した東京都に本社を置く東日本旅客鉄道の飲食事業主会社である同年4月1日に JR 東日本フードビジネス株式会社を合併し株式会社 JR 東日本フーズとなった前身は 日本食堂株式会社で、旧国鉄の食堂車の営業を行っていた業者の共同出資により事業を統合して発足した企業である。北は北海道の主要駅、南は鹿児島の港内食堂まで全国の主要駅での食堂も展開し、昭和40年代は外食産業ランキングとしては日本一であった。特急列車等の車内販売も手掛けていた。 国鉄分割民営化に伴い全国一元での運営を続ける意義が薄らいだため、各旅客鉄道会社の営業エリアに沿う形で、分社化、資本分離され、本体の日本食堂は JR 東日本の営業エリアを受け持つこととなった。合併前は、首都圏の多くの駅で、構内営業権を持つ会社と合弁する形で、各駅の駅構内での駅弁の販売や駅そば店の 営業などを手掛けていた。首都圏では、校内営業権を持つ会社の多くがこの形で、合弁会社に営業権を譲渡していた。現在も営業権を保持している業者は、品川駅の時和券や横浜駅他の企業権などが、残るが、少数派となっている。このほか JR 東日本の本社、支社や関連施設等の社内食堂をも担当したほか、ニューデイズで販売している。 日配品も製造していた。かつては JR 東日本の新幹線や特急列車での車内販売のほか、一部の普通列車グリーン車で車内改札業務を委託されていた。新幹線、特急列車内での車内販売のアナウンスの際には、日本レストランエンタープライズ仕様、リミテッドの略称、ムアを名乗っていた。また名の,の名称を用いる関連会社も多かった。 最近では、弁当の取り置きや指定席へのお届け、サービス、宴会用の料理と弁当の宅配等も行っていた。また学校や公共施設への委託給食サービスも行っていた。2020年4月1日付で JR 東日本フードビジネスと合併し、称号を株式会社 JR 東日本フーズに変更した。 2019年7月1日現在 CEK 本部北戸田工場オンアのアメリカ合衆国子会社ウンアワールドベントインクが農務省の認証を受け米国オーガニック米ナチュラル食材の調達と弁当の製造販売輸出を行う現地法人で1999年11月設立された同社で製造された 冷凍弁当大弁当は JR 東日本商事を通じて、うが輸入し、2001年7月から第600円、賞賛30円の2価格帯で JR 東日本駅構内売店その他で販売された。販売時は冷凍ではなく、あらかじめ解凍した商品を店頭に並べていた。通販品に限り、保存性を考慮して、冷凍のまま販売していた。 んわは2005年7月から買い求めやすさなどを打ち出した500円大弁当トにリニューアルした。その後も新作弁当開発などに取り組んだが、2003年の BSE 問題を機に、売れ筋受賞品の牛肉関連弁当の製造、輸入中止に追い込まれ、2005年の鳥インフルエンザ、大流行など、ルーブを取り巻く経営環境は厳しかった。米輸入には税がかけられるが、 肉と魚の含有量が20%超で、米飯と副食が分離できない、肉魚調整品とすることで、低関税で輸入できることから1個330円で販売が可能になった。これに関しては、農民連をはじめとした一部の農業者団体が、関税のガレだとして告発し、実際には、含有率が20%未満だったとして、 追徴課税されるなど、低価格での販売継続が困難になり、2003年のピーク時に年間200万個だった販売個数が2006年は55万個まで落ち込んでいた。在庫数を考慮し、2007年10月をめどに販売を終了した。ムアは2007年2月22日の取締役会で、ルーブ株式のあたり、ウォンカンピニツ。 インクへの譲渡を代表取締役に一任した。3月16日には JR 東日本商事、WWC の3社で株式譲渡契約が締結され、29日のが取締役会で承認された。なお、JR 東日本商事も4月5日付でルーブの株式400株を WWC に譲渡した。二千十九年七月一日をもって、 株式会社 JR 東日本サービスクリエーションに移管。移管直前には JR 東日本の列車で実施されるすべての車内販売を担当していた。ありがとうございます。